言われてきて、もうほとんど決定してるんですよ、俺は。けど、まあ、今回で、梶原さんに一番おでんを知って見えるのは、言い訳はつくわ。前のあれでいろいろな予想からね、なんで、なんで。皆様こんにちは。司会を務めさせていただきます長谷川と申します。船出しなものですからうまくいくかどうかは分かりませんですが、一生懸命頑張りますのでどうかよろしくお願いいたします。それで式次第、吉野副会長を務めます。本日は皆さん大変お忙しいところご参集いただきましてありがとうございます。特に遠方より来ていただきました各検証会の皆様、また会員の皆様におかれましても本当にお忙しいところどうもありがとうございました。それでは式次第に従いまして、我々の名誉会長である梶原拓先生のとのお別れの会をただいまから始めさせていただきます。一つよろしくお願いいたします。主催者の挨拶としまして、会長の福富が、挨拶をしますのでよろしくお願いいたします。会の始まります前に、皆様方に今日の行き先を含めて少しお話をさせています。本日は、たくさんの方に来ていただきましたが、8月の29日お亡くなりになりました名誉会長梶原拓先生は、私どもにとって父親以上の立派に指導してくださった方でございます。本当に新聞で30日見させていただいたときにはショックを受けました。親身になってやっていただきました梶原先生をどうお送りするか、これが私たちの会員の中から幾度に出てまいりました。それで役員会を開いてどういう形をするか、お別れの会というものには今まで私も出たことありませんし、会員も皆さん出てませんから、やっぱりそれがわからない。ただ梶原先生をどう送るかということに皆さんは集中しまして、形式はとらわれないで一般の方を中心にご来賓のお招きができる方に来ていただいて、なんとかこの羽黒に尽くしていただいたご恩をお返しし、そして安らかに眠っていただくということで仏式で行うことにしました。それを一つご了承いただきたいと思います。本日はご来賓としてたくさんおいでをいただきましてありがとうございます。本当に未熟者ばかりでございますので、会の形式が
普通のものと違うかもしれませんが、これでも一生懸命考えて一生懸命準備をいたしましたことをご理解いただきまして、会の方を進めさせていただきます。なお寒川検証会の方から、梶原先生には本当にお世話になったからぜひ行きたいということでしたが、今日は寒川神社の例大祭があって、どうしても役員全員が出ていかなきゃならないから、団長の思いですけどが欠席をさせていただいて、現地で先生のご冥福をお祈りしておりますので、皆様方によろしくと、こういうことでございましたのでお伝えをいたします。本当によろしくお願いいたします。会員の皆さんもよくぞ参加していただきました。心からお礼を申し上げ、これから度胸を含めて会を進行させていただきます。本日はどうもありがとうございました。続きまして